風邪ひくよ。いただきます。何？お前、ガリガリだな。ちゃんと飯食ってるのか？食べてるよ。ほら、これ食え。何これ？ガキなんだからもっとたくさん食え。でないとでかくならないぞ。別に毒なんて入っちゃねえから安心しろよ。それ美味しい？まあそうだな。気になるなら食ってみればいいだろう。いらない。腹減ってないのか？うん。漁師は自分で料理を作ったりしないの？しない。誰か作ってくれる人はいないの？一人暮らしだからな。ふーん。お前は？母様がいつもアップルパイを作ってくれる。アップルパイ？ただいま。
だから、いらないって言ったのに。妹？ああ、そうだ。へえ、漁師に妹がいたんだ。初めて知った。そりゃそうだろう。初めて行ったからな。なの？やっぱり漁師の妹だからいかつかったりするの？妹は俺とは似てねえよ。じゃあ、かわいい？まあ、そうかもな。かわいいかわいいと、一部の連中にはもてはやされてる。他とは違う？ああ、そうだ。そういう意味じゃ、俺と似てるかもな。変わってるんだよ、俺もあいつも。どう変わってるの？瞳の色が二色なんだ。二色の瞳？そうだ。まあ、それ自体はさほど珍しくもないらしいんだがな。あいつの光彩は、青と赤が上下でグラデーションみたいになってるんだよ。何かの病気？いや、俺と同じ先天性のものなんだ。視力は別に悪くないし、色が違うだけで、他は普通の人と変わらない。兄弟揃って派手なんだね。まあな、どこに行っても目立ってしょうがねえよ。妹は何歳？
歳はお前くらいだな。あとは髪が長くて。何？そういえばお前に似てるよ。俺に？見た目もだが、なんとなく。おいこら、危ねえな。湖を覗こうとしただけだよ。ねえ、漁師の妹はどんな子なの？別荘があって、毎年遊びに来てたからな。これが妹？ああ、そうだ。へえ。今より少し若く見えるね。そうか。うん、仏頂面は変わらないけど。本当に不思議な目だね。
赤というよりピンクっぽいね。とても綺麗だ。ねえ、どうして漁師は俺に構うの？あ？なんで今さら？初めのうちはこんな夜中に出歩くような子供に構ったりするのはよっぽどの暇人だからだと思ってたけど、でも本当はそうじゃなくて、何か重要な理由があるんだろう。別に。お前こそ。なんでそんなに俺の妹のことを知りたがるんだ？アリスだから。あ？というのもあるけど、本当のところは少し違う。俺が彼女のことを知りたがるのは、彼女が会ったこともないお姫様だからだよ。あ？何呆れた顔してんだよ。んな抽象的な表現でわかるか。一生わからなくていいよ。あいつがお姫様かどうかなんてわからねえが、あいつは俺よりずっと優秀だよ。何をやらせてもできる。親はそんなあいつを信頼しているし、可愛がってる。漁師よりも？漁師が都会じゃなく、こんな田舎で漁師になるための勉強をしているのは、妹から離れたかったから。そうか。本当は、漁師は漁師になんかなりたくなかったんだね。まだ見習いだけどな。見習いにすらなってねえか。つまり自分よりもずっと優秀なのに、女だからという理由で家業を継がなくてもいい妹にイラついているんだ。でも別に今の時代だったら女性の漁師なんて珍しくはないんじゃないの？
漁師のお母さんだって漁師の仕事についているんだろ。まあな。でも漁師の気持ちも少しわかる気がする。誰かと比べられるのはとても嫌なことだ。漁師は漁師なのにね。ありがとな。なんでお礼？なんとなくそんな気がした。ねえ漁師、漁師が進む道に迷ってるなら俺がヒントをあげようか。あ？今から俺とゲームをしよう。ゲーム？そう、ゲーム。これから俺は君に謎かけを行う。君はそれをすべて解いていくんだ。俺が勝ったら？俺の秘密を教えてあげる。もし俺が正解したらもうこんなことはやめるか？こんなことって？分かってんだろ。夜中にガキが一人で出歩くことだ。そうだね。検討するよ。検討じゃなくて約束だ。約束するよ。わかった。なら、お前の遊びに付き合ってやるよ。暇人だね。お前もな。それはとても理不尽なもの。それは、誰にでも持てるもの。だけど、手に入れれば、一瞬で消えてしまう。それは誰にでも見えるものだけど、目を開ければ跡形もなくなくなってしまう。なんだそれ。謎かけだよ。謎かけ。まあ、頑張って。それは、とても理不尽なもの。それは、誰にでも持てるもの。だけど、手に入れれば一瞬で消えてしまう。それは誰にでも見えるもの。だけど、目を開ければ跡形もなくなくなってしまう。謎かけって言うが、そもそも何が謎なのかがさっぱりわからねえんだが。これは謎かけなんだから、自分で考えなければ意味がないだろう。謎かけという言葉の意味を考えなよ。謎かけとは
問いかけに対してトンチを聞かせた答えを要求する言葉遊びを用いたクイズである。要はあれだろ、それが何なのか当てろっていうことだろ。で、答えは？しょうがない。じゃあ、少しだけヒントを教えてあげる。それは別々の意味を持つもので、同じ意味を持つものでもある。どう？わかった？わかるわけねえだろ。漁師は頭が悪いんだね。前に漁師は本をくれたけど、漁師は本は読まないの？本なら読むぞ。参考書とかいうクソつまんねえもんをな。じゃあ子供の頃はどんな本を読んだ？もう覚えてない。なら思い出して。それがヒントになるのかよ。なるかもしれないし、ならないかもね。なんだそりゃ。答えがわかればわかるよ。答えがわかってないから困ってるんじゃねえか。やっぱり頭が悪い。正解。し、鈍いね、漁師。こういうのは苦手なんだよ。頭が硬いんだよ。もっと柔軟に考えなきゃ。柔軟にね。漁師は妹にせがまれて本を読んであげたことない？また妹の話か。また妹の話だ。
別にそんなこともなかったな。前に言っただろ、歳が離れてる上に、そもそもあいつとはあまり会話を交わしたこともなかった。でも妹が本を好きだったことは知ってたんでしょ？きっと君の妹ならすぐに答えられたよ。漁師は俺と似てるんだよ。赤いものが嫌いなことも、アリスにコンプレックスを抱いていることも。意味がわからねえな。ようやくわかった。それは誰にでも持てるもの。だけど、手に入れれば一瞬で消えてしまう。それは誰にでも見えるもの。だけど、目を開ければ、跡形もなくなくなってしまう。答えは、夢だ。正解。よくわかったね。一生当たらないと思ってた。嘘つけ。お前はずっと俺にヒントをくれてたんだな。お前が何を考えてるかわからないが、約束は約束だ。これでもうガキが夜遅く出歩くんじゃねえぞ。漁師はなぜこんな子供が夜に出歩いてると思ってる？また問いかけか。いい加減。家にいたくないからだろ。そうだ。漁師と一緒だよ。親に何かされてんのか。そうだったら。違う。俺が母様との約束を破ったんだ。外に出てはいけないって言われてたのに、俺が破ってしまった。俺は悪い子なんだよ。母様に嫌われてもしょうがない。お前の母親ってのはどこにいる？家か？そうだよ。しょうがねえ。行くぞ。どこへ？
家だよ。このご時世、よそ様の家のことに突っ込むのは良くないと思ってたが、ここまで関わったんだから、最後まで付き合うぞ。確かに約束を破ったのは悪いことかもしれないが、少なくとも俺はお前が悪い奴だなんて思わない。本当に俺が悪かったら？その時は俺が一緒に謝ってやる。怪物と戦う者はその過程で自分自身も怪物になることのないように気をつけなくてはならない。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ。あ？なんだ急に。知らない？漁師からもらった本に書いてあった言葉だよ。ああ、そういえばそんなことも書いてあったような気がするな。で、それがなんだ？漁師は優しすぎるんだよ。おい、どこに？おいでよ、漁師。正解を当てたご褒美だ。今から俺の秘密を見せてあげる。ようこそ、俺の家へ。